これは完全にダメだわ。ビニールがなくなってる。飛んじゃってるよ、ビニールが。これほら、あそこに見えるのはタンクか。か、こんなところまで転がってきてるよっ。わ、あそこも破れとるやんけ。あら、これこっち側もどっから破れてんのよ。これビニペットとビニペットの間がやられてる。うわ、これ全部火炎場。あらー、ダメだダメダメ。ここもだ。取れてる。風がまだ結構強い。これ取れてる。曲がってるし。どうするよこれ。やっぱりね、そうだよね、はぐれてるよね。最悪。みかんの玉にはね、さほど影響はないように見えるが、やっぱりマルチがはぐれてるのがね、小規模ぶどう畑が悲惨な状態。ほら、ちょっとまだぶどうがね残ってるのよ、ちぎり残しが。なんとかこれでいけるかよっ。防風林からね引っ張ってみました。いよかん。ちょっとこれこの木で支えるか。これでいいかな。はい、いよかん、台風の影響で折れてます。結構ねこれ実がなってるんですけど、果たして収穫まで持つのかね。これ見てよ、やっちゃってる、いっちゃってる。とりあえずアルミを巻きましたけども、これね、この巻くやつ、これね皮1枚でつながってるんですけども、あと2ヶ月持つのかどうなのか検証します。以上、薩摩でした。バイバーイ。ギリギリで折れてない状態やね。ちょっと支柱を立てて、なんとかこれで良さそうです。危なくこれね折れるところだったよ。支柱でなんとかね立て直すことができました。いいと思います。はい。